やるしかないな。どういうことだ。過去の経験からするとあいつは、急いで屋上に向かってくれ。わかりました。いた。さすが社長だ。北山中学何してるんですか。うるせえ、こっち来るな。いるから飛び降りようとしてる。北山君落ち着きなさい。社長もどうせ俺には切れてるでしょ。そんなことない。じゃあこうしよう。なんで北山君をクビにしない。これでどうだ。と言いながら俺がそっち戻ったらどうせクビにするんだろ。金すぎだ。じゃあもう一つ条件だ。なんだ。天野もクビにするな。天野君と北山君は別だろ。そうか、じゃあ俺は飛び降りるまでだ。おい冗談よせ。3つ数えてやる。それまでに最後の答えを出せ。うっ、さあ社長、ここは嘘でも要求を飲んであげた方が。2、そうです。まずは北山中学の命が大事。1、社長今すぐ答えを。天野君をよし、いざクビにする。嘘だろ。どこまで正直な社長だよ。今までお世話になりました。まさか飛び降りた。これでいいんだ。これでダメでしょ。あんたも一人の命を殺したんですよ。僕は何もできなかった。僕は一人の人間すら助けることができないのか。やっぱ僕ってこんなにも役立たずな人間なんだな。ニューカだ。とりあえず急いで下に行きましょう。ニューカだ、救急車の手配を。はい。うわあ、あいつが落ちてくる。予想通りね。鈴木メタロの終電が死んでよし、天使一よし、メタルよし。どうも、鈴木メタロです。はい、ゴロゴロ、メンメだ、メンメ。さあ、決まりました。いよいよね、ちょっと、北山が、飛び降りちゃいましたね。これ以上は言えないけど、明日もぜひ見てください。衝撃的な展開となってます。ということでね、始まりましたけどもね、皆さんにご報告ですよ。嬉しい話がありましてですね、鈴木メタロ、テレビ出演決まりました。最高です。これ安倍晋之助監督、安倍晋之助監督も言ってましたけども、最高でーすですね。嬉しいですよ。しかも全国放送で僕が本当に前から憧れていた番組に出ることが決まりましてですね、僕とたくあんボーイのパンタグラフで皆さんのテレビに映ります。嬉しい。情報の解禁はもう少しかかると思うんですけども、先にね、テレビ決まったよというご報告をね、どうしてもこの撮影後にね、皆さんに伝えたくてね、ちょっとカメラ回してますわ。ごめんなさいね。こう今日はこういう、終電後でございます。そう、何よりも鈴木メタロはね、結構 YouTuber ですかって結構聞かれるんですけど、実は僕は YouTuber ではないんですよ。ただ単にお笑い芸人なんですね。太田プロに所属しているパンタグラフというコンビのお笑い芸人なだけなんですよ。なので僕は YouTuber ではなく、お笑い芸人というところを皆さんぜひ認識というかしていただけたら嬉しいでございます。みんな明日も絶対見てね。よろちくん。